はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということで、皆さん11月になりまして、ほんと最近非常に寒い。まあ皆さんお元気にお過ごしでございましょうか。めっちゃやる気ないな、この動画。なんかめっちゃこんなんでいいかしら。はい、ということで今日は、ツイッターの方で、ちくわぶ太郎さん。ちくわぶ太郎とかもなんかいい名前ね。いつも動画楽しく見てます。ヒュー。新しくこれが新発売するらしいので、レビューお願いします。という風に、ツイッターでリプをいただいたので買ってきました。ケンタッキーフライドチキン、焼きチーズハンバーグサンド。今日はリプいただいて美味しそうだったので、こちらを食べていきたいと思います。11月2日より、ケンタッキーの新メニューとして、粗挽きマスタードクリームの焼きチーズハンバーグサンドが新発売となりました。いつもの包装と違い、縦型になっています。食べ方もこのように書いてあります。パカーン。バンズはごまのたっぷりついたセサミバンズ。ソースは粗挽きマスタードがたっぷり入ったソースになっています。パティは肉厚のハンバーグにチェダーチーズを乗せて、スチームオーブンで15分焼き上げたふわふわ食感の分厚いパティ。その下にはたっぷりのレタスが入っています。KFC カカカカカ KFC 食べよ KFC。 なんかこの新しい包装の仕方はすごい開けやすくて手が汚れなくて食べやすいです。うん、うまー。それ熱熱い、うまい。バンズはごまがついてて結構食べ応えのある感じのバンズです。うん、ほんとこのパティがすごい分厚くて、もうスチームオーブンで焼いてあるからすごいふわふわで、ハンバーグだけで出してても全然おかしくないくらい美味しいパティになってます。なんかクーポンでポテトとねセットのクーポンになってました。おー、時間が経ってしなしなだね。しなしなポテト。なんかさ、この袋の下のところにちょっとこうソースが残ってるところに、どうしよう。うん、ポテトあるあるですね。なんか全然ケチャップが使ってないので、クリーミーでまろやかな味で、ケチャップが苦手な人でも美味しく食べられるハンバーガーだと思います。あー、じゃあ最後さようなら。うん、ということで、ふわふわですごい分厚いパティとクリーミーなソースがすごい美味しいハンバーガーでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はケンタッキーさんから新発売の粗挽きマスタードクリームの焼きチーズハンバーグサンドを食べてみた動画でした。ほんとパティがすごい分厚くてふわふわで、そういう濃厚なクリーミーなチーズの感じとクリームのソースがすごい美味しいハンバーガーでした。なんかこれも数量限定でやってる店舗があったりなかったり、店舗限定になってるので、気になる人はねぜひ調べて食べに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイケンタッキー。なんかフライドチキン屋さんっていうよりもハンバーガー屋さんやった方がいいくらい美味しいですね、これは。